students. And look at this! はい、こんにちは。今回は世界戦で1分にも満たない秒殺 KO を成し遂げた世界王者たちを紹介いたします。セボニッサ・ガンヤー、ザ・ラミ・ラスボーン・テッテ。2017年11月、ゾラニテテは WBO 世界バンタム級王座の初防衛戦に同級3位のシボニソ・ゴニョを迎えました。長身の王者テテがゴニョが不用意に近づいたところ、右フックを鋭く放ちました。被弾したゴニョが失神したので、レフリーはカウントを途中でやめ、この試合は世界戦最短記録の11秒を記録いたしました。ジラルド・マクラレンは殿堂入りのトレーナーエマニュアル・スチュワードの下でトレーニングをし、アマチュアでも傑出した実績を残し、プロ入り後デビューから10連続 KO とハードパンチャーぶりを見せつけました。マクラレンは31勝のうち29もの KO 勝利があり、そのうち1ラウンド KO がなんと20も数えるのは驚きです。マクラレンは最強のハードパンチャーのジュリアン・ジャクソンを2度 KO しております。ジャクソンは対戦相手の中でマクラレンが最強で、スピード、パワー、特にパンチングパワーがすごく、かつアウトボクシングもうまい、とんでもない才能のボクサーだとコメントしていました。ジュリアン・ジャクソンから奪った WBC 世界ミドル級王座の初防衛戦でジェイ・ベルと戦いました。ゴングの後、いきなりマクラレンが強烈な左のボディショットをヒットさせます。中東イエメンにルーツを持つナジム・ハメドは7歳の時に父親の下でボクシングを始め、その後ブレンダン・イングルの指導を受けることになりました。アマチュアで62勝5敗の戦績を残したハメドは1992年4月18歳でプロデビューし、2年後には欧州バンタム級タイトルを獲得し、デビュー以来全勝街道を突っ走り、世界王座も獲得いたしました。ハメドの誰もできないトリッキーなスタイルはブレンダン・イングルの下でアマチュアの時にすでに出来上がっていたのです。1996年3月に WBO 世界フェザー級王者のハメドは初防衛戦でサイド・ラバルと対戦いたしました。起き上がったアルジェリア出身のアフリカ系ファイターに、ハメドはこの日もノーガードで距離を詰めていき、いきなり右アッパーを放ちました。
featherweight champion of the world, Prince Nassim Ahmed. フィラデルフィアの貧しい地域で生まれたバーナード・ホプキンスは11歳の時に大麻を吸い始め、13歳の時に強盗を始め、17歳で暴行と強盗の容疑で有罪判決を受け、刑務所に服役することになりました。デビュー戦は負けましたが、30戦目に IBF 世界ミドル級王者となり、2001年にミドル級王者によるトーナメント戦の決勝戦でトリニダードと戦いました。統一戦ではチャンピオン同士でありながら、ファイトマネーに大きな開きがありました。予想とは反し、3階級制覇王者でありボクシング界の至宝と認知されていたトリニダードが一方的に打たれ、劣勢のままラウンドが進んでいきます。Bernard, the Executioner Hopkins. 2008年10月にホプキンスは WBC、WBO 世界ミドル級統一王者のケリー・パブリックと戦いました。43歳のホプキンスに対し、26歳のパブリックは34戦全勝と勢いがあり、試合前の予想ではパブリックが有利と言われていましたが、ホプキンスは若いパブリックを翻弄します。The IBF middleweight champion of the world, Bernard, the Executioner Hopkins, Steve Lionheart Frank.王者ホプキンスはいきなり鋭いワンツーでフランクをぐらつかせ、右アッパーをフォローしました。極貧の中で育ったポンサクレック・ウォン・ジョンガムは7歳から12歳までムエタイを行っていましたが、パンチが得意だったためボクシングに転向し、17歳の時にプロデビューしました。23歳の時にはすでに40戦戦い、38勝2敗の戦績で WBC 世界フライ級王者マルコム・ツネカオに挑戦いたしました。当時ポンサクレックは地元タイでもあまり期待されていなかったのですが、初回から王者を圧倒し、回転の速い連打で次々とダウンを奪います。
ポンファーグレッグは4度目の防衛戦に内藤大助選手を迎えました。内藤選手は19戦無敗2引き分けの戦績ですが、日本王座も東洋王座も手にしたことがなく、世界戦も初挑戦で、当時は経験不足を感じさせられました。ポンファクレックは18度目の防衛戦に内藤選手を迎えました。内藤選手はポンファクレックに過去2敗しておりますので、乃木トレーナーの下で猛練習してこの試合に臨みました。フィジカルとスタミナを徹底的に鍛えた内藤選手は出入りを多くし、有効打をヒットさせ、前の2試合とは違ってペースをつかみます。終盤、王者は前進を続けますが、内藤選手が右カウンターをヒットさせます。内藤の右、引いて、左、チャンピオン棒立ち、引いている、引いている。多くの人が絶対王者が勝つと思われていましたが、内藤選手優勢で試合は判定になりました。